16回17回この番組やってますけど、うん、まあ、埼玉県出身の僕が、茨城無知の僕が初めて、まあ、まあ1回しか行ったことない茨城に行ってみていろいろ発掘しましょうと、うん、そこで見たり食べたりしたものに対して俺はどういう反応するかっていうのをお届けする番組なんで、茨城そもそも行ったことあるんですか？茨城ない。あら、ない、ほぼない。で行かないとね。いや、デートスポットだよ、あそこ。デートスポット。大洗の、あの、海浜、海岸。うん、海岸か。あの、あれ、海はもう綺麗、大洗。夏、ビーチでね。ああ、そうだ、ね、ビーチ。海水浴場としても有名な。海水浴場綺麗な。水族館もあるしね。大洗水族館は、サメとか、ね、深海魚の水族館なんだよ。ああ、さっきクエとか言ってたから。そう。深海魚が気持ち悪い水族館。いや、一瞬でうわーっていっぱい出る。行ったしな。あれはもうすごいよ。俺あのその近くの漁港でいくら丼食べてきたからね。そこあんこう鍋とかもこんなやつでね、あー、そうだね、やってるから。あとね、明太パークもあるよ。博多明太子のさ、お笑い工場が。博多明太子なのにお笑い、うん、お笑い。ちなみに名古屋にもあるんです。いろんなところにね、工場持ってるんです。俺が残念だと思ってるのは、うん、茨城にはスキー場がない。ないんだ。ない。あ、でも確かに、なんか山っていうイメージもないし、うん、まあ海に面してるし。一応ね、山は筑波山がある。あ、筑波山あるでしょ、有名でしょ。 あの、お正月のさ、ね、初詣だってあるしさ、うん。でもスキー場がないんだ。ない。だから、冬ね、冬取材にスキー場どっか行けないかなと思ってたんだけど、うん、調べたらないから。へ、う、ぇ、ん、わぁ、残念。あ、まあ、スノボーやるんすよ。だから、スノボーでね、うん、スキー場リポートみたいなやりたかったんだけど、うん、なくって、多分ね、潰れちゃったんだね。あ、前もあったんだ。なんかね、リストの名前はいくつか出てきたんだけど、うん、調べたらもう、ホームページが出てこない。うん、だもう多分、閉鎖しちゃったんだと思うんだけど。なるほど。だから、茨城って、うん、なんか遊ぶところはある？あのね、なんか今まで例えばその観光スポットとかいろいろこう出てきてるけど、うんうん、なんか遊びに行けるところがなんかあんまりイメージがないから、うん、一応いろいろうろ覚えなんだけど、うん、牧場みたいなやつとか、あとはちょっとした遊具がある大きめの公園とか、子供が遊ぶような感じ。そうそう。あと、なんだっけ、世界一だか日本一だかでっかい仏像があるんだよね。そう。それ初めて。あれすげえよ。そうそう。なんか入るんだよ。めっちゃでかいよ。エレベーターあるんでしょ。まあ、思ってる以上にでかいから。うん、俺、それだ、800何メートル。あ、そうなんだ。わかんない。いや、でもそこまででかくねえよ。俺ね、それでね。そう、なんかいろんな人に、その、牛久の大仏、うんうん、は見た方がいいよって言われてて、いやいや、見てないの？まだ行ってない。牛久大仏のデカさはね、うん、ほんと半端ないよ、うん、あのね、自由な女神、うん、いるじゃん、うん、あの一番上のこの、ここ、うん、このこれと、うん、アイスクリーム、土台、うん、土台、あの土台全部入れても93メートルだからね。ってことはそれよりも30メートルでかいから、うん、ウルトラマンの3倍だから。ウルトラマンの3倍。そうなんだ。エヴァ初号機で80メートル。エヴァンゲリオン。ね、ガンダムが18メートルだからね。そう思ったら牛久大仏のデカさはを見上げるってないよね。ないだろう。牛久大仏ってめっちゃでかいからね。怖いね。確かに、そしたらエレベーターないときついよね。そうだね、うん、茨城の人にとっては牛久大仏は常識なわけですよ。だけどこう、県外の人にとってはもうなんだっけあれみたいな、うん、そんなのあるんだとかね、まさか世界一とは思わないわけですよ。そう、それが茨城にあると絶対思わないでしょ、うん、まあ、これはね、多分不思議だと思うんですけど、茨城にとって当たり前でも外にの人にとってはもうまだまだ無知なもの、未開のものがいっぱいある。そうだ、他にもきっとあるはずだから、うん、そうだ、この番組でね、どんどんお送りしていきたいと思いますので、うん、はい、ぜひね、茨城の人ももちろん茨城の人以外もね、うん、欲しいと思います。2013年忘年会、まあ、クリスマスも兼ねて、茨
実験家 TV はですね、都内からお送りしました。